こんばんは。あ、すごい、ありがとうございます。 AKB48 18期研究生の新井紗英です。こんばんは、ありがとうございます。テロップを書きます。よいしょ。ミラーボール今なってたかな。ありがとうございます。こんばんは、さえちゃんって、ありがとうございます。よいしょ。よし、はい、今日は8時まで30分間配信するので、よかったらコメントとかたくさんしてください。ありがとうございます皆さん。そうで、今日はツイッターが開設されました。イエーイ。18期研究生の8人のツイッターが開設されました。そのお話とかをしていこうかなと思います。皆さんフォローはもうしてくださりましたか？ツイッターね、難しい。なんかどんな感じでツイートすればいいのか難しいけど、でもそう、先輩方ともね、お話できるようになって嬉しいなって思ってます。したよ、だってさえちゃんのツイッターフォローしたよ。ありがとうございます。フォロー嬉しい。そう、もう4600人ぐらいツイッターのフォロワーさんがいて、本当にびっくりで嬉しいです。ありがとうございます。よかったねって、ありがとうございます。そう、18期仲良すぎがツイッターでバレてるね。みんな仲いい、すごい。みんなあれですよね、返信で会話しててね。そうです、パルルさんが反応してくださって、もう本当にツイッター始めてからいっぱいいろんなことがあって、先輩とも喋れたし、そう、もうレジェンドっていうかね、卒業生の島崎遥さんが反応してくださったりね、え、ありがたいです。本当に嬉しかったな。そうなんですよ。で、ね、見てくださった方もいらっしゃると思うんですけど、大森真帆さんが写真を開けてくださって嬉しかった。コンサートの時に一緒にお写真撮っていただけて、でその時の写真を上げてくださって、そう嬉しかった本当にね。あとはそう、優しい本当に、まほぴょんさん、まほぴょんさんって呼んでいいのか分かんないけど優しいんですよ。あとは千葉エリーさんとかフォローさせていただいたら返してくださったり、他にもね、17期さんはみんなフォローさせていただいて嬉しいです。あとは他の姉妹グループの方とかもフォローしてくださった方とかもいて、そう、先輩方どのくらいフォローしていいのか分かんないから、してくださったら返すっていう感じなんですけど、いっぱいハートありがとうございます。そうなんですよ、ゆきりんさん、柏木ゆきさんもフォローしてくださって嬉しい、本当に嬉しい。さあ、先輩方フォローしたいけど、なんかあんまり話したことない方とかフォローしていいのかなと思ったりして、難しいって感じあ、そうだ、アウトオブ48もね今放送されてますけど、あんまりまだ進んでないけど、今後もぜひ見ていただきたい。積極的にフォローしたらいいと思う。本当ですか？フォローしようかな。池田天奈さん、嬉しい、さえちゃん推しって言ってた、嬉しいです。そう、お誕生日が一緒、 NMB48 さんの池田天奈さんと
全く生年月日が一緒で2005年10月5日なんですけど、ね、これから他の姉妹グループの48グループの方ともなんかでお会いできたらいいな。ハートありがとうございます。皆さんありがとうこんばんは。そうなんですよ、ゆめみんリーダーびっくりしたね。ね、アウトオフ48ですよね。びっくりした。でもゆめみんはね、すごい、なんだろう、アウトオフ48の課題、あの一番最初のイヤスーパーガールあったじゃないですか。あれを多分18期の中で誰よりも早く覚えてたし、一番練習してたんじゃないかなって思うからね、すごいなって思いますね。ねえ、私がどのグループに入るのか、ぜひ皆さん今後もチェックしてくださいね。初見ありがとうございます。ありがとう。ね、そうなんです、ツイッターはもう皆さんフォローしてくださってありがとうございます。いいねとかも返信も全部見てます。ありがとう。私 HKT48 の松岡花さんが好きなんですけど、喋ったこととか会ったこともないんですけど、フォローしちゃいました、ツイッターあと一番最初のツイートを田島メルさんがいいねしてくださってて、びっくりしましたねえ、松岡花さんめっちゃ可愛いですよね。なんだっけ、前のカウントダウン TV だ、ライブライブかな、でなんかいろんな48グループさんが集まってヘビーローテーションやってた時あったじゃないですか。だからまあそういう感じでね、なんかいつかお会いできたら嬉しいなと思いますね。本当に嬉しい。そうなんです、松岡花さん好きなんです。え、花ちゃんとさえちゃん笑顔似てる気がするって嬉しい、めっちゃ嬉しいです。松岡花さんの笑顔めちゃくちゃ可愛いですよね。ね、くまさんありがとうございます。くま、いつか会えるよ、だって嬉しい、会えたらいいなね。そうですよね、踊るのもダンスもすごいかっこよくて、笑顔かわいいしダンスもかっこいいしね、すごいなんか尊敬できる先輩方がたくさんいらっしゃって、そういうグループに入れて嬉しいなって思います。あ、そう、あの言い訳メイビーの衣装あるじゃないですか、私が着させていただいた、あの前田敦子さんの衣装があるんですけど、それもそう、松岡花さんも着たことがある衣装でね、だからなんか嬉しいと思って、本当になんか今こうして活動できてるのがね、びっくりって感じです。お披露目の時に一目惚れしたって、ありがとう、ありがとうございます。言い訳メイビー良すぎる、嬉しいです。言い訳メイビー可愛いですよね、衣装も。泣き顔も笑顔も松岡花ちゃんに似てきそうだね嬉しい。泣き顔でも、泣き顔は見せたことないですよね動くさえちゃん可愛すぎるって面白い。動こう。くまさんありがとうございます。くまさんここにいるんですよ、実は。じゃん、くまさん、なんか誕生日なのかな、くまさん。あ、そうだ、お誕生日といえばね、そらさんお誕生日ですね、おめでたい昨日劇場でさえちゃんの壁車見てきたって、嬉しい。壁車ね、壁車結構前なんですよ、でも撮ったのね。かわいいとか言って、なんか壁車の表情硬い気がするうさぎもお願い、うさぎくまちゃん可愛いですよね。くまちゃんでっかい、めっちゃ大きい、大きい。なになに、
ごいコメントいっぱい、本当に可愛い、嬉しい、ありがとうございます。地方住みだけどいつか会いに行きたいな、だって嬉しい、会いに来てください。そうだ、あれだ、オンラインお話し会、オンラインとかもあるので、多分ぜひねお話ししましょう。そうだ、オンラインのお話し会完売したってお聞きしました、ありがとうございます。楽しみ楽しみ。めちゃくちゃ外れました、だって。抽選ってことか、オンラインね。あら、でもそれだけたくさんの方が会いたいと思ってくださってる、会いたいというかお話ししたいと思ってくださってるのかな。嬉しいです、完売おめでとう、ありがとうございます。皆さんのおかげです、ありがとうございます。オンライン話し会楽しみだな。オンラインは次が初めてなので、どんな感じになるんでしょうね、私も全然まだ分かってないんですけど、楽しみです。いつかさえちゃんに会いたいなって、会いたい、私も会いたいです、可愛い、ありがとうございます。クマのぬいぐるみ見せたらクマいっぱい飛んできてる、本当ですか。じゃあいっぱい見せよう、クマありがとうございます、クマさん出演。グループオンラインはなかなか大変そうなんだね。でも今は18期研究生8人全員とお話ができるのでお得ですね楽しみです。お話し会緊張する？緊張、なんか初日は緊張したんですけど、でも2日目からは楽しめ、まあ初日も楽しかったんですけど、なんか2日目以降、2日目以降ってか2日目は結構その初日よりかは、なんて言うんだろう、気楽に喋れたかなって思います。さえちゃん、東京のおすすめスポット教えて。東京のおすすめスポット？難しい。東京タワーかな。さすがだ、ありがとうございます、ハートもいっぱい、ありがとうハート。さえちゃん、初日からフレンドリーでよかったよ、嬉しい。フレンドリーでしたか、どうだろうね。なんかでもお話し会って敬語で話したらいいのか、難しい、タメ口でいいのか難しいですね。スカイツリーとかって来てるね、東京スカイツリーじゃなくて東京タワーなの、笑った、だってえ、なんか東京の人ってスカイツリーより東京タワーの方が好きってよく言いませんなんか東京タワーの方が、どうだろう、どっちも好きだけど、どっちも行ったことありますこんばんは、タメ口で話してほしいな、だってタメ口希望、タメ口でも敬語でも、タメ口は慣れてきてから、人によって違うかな。でもね、タメ口希望派が多いですねじゃあタメ口にしようかな、タメ口で話したいですね、私も。口で話そう、ハートいっぱいありがとう。待って、私時間わからないので、時間近づいたら教えていただきたい。おしさい教えてくださいなって、サイリウムカラーかな、ペンライト、まだ決まってないんですよね。何色がいいと思いますか、今日決めようかな迷う。あ、44分、ありがとうございますね、海で泳いだことありますか、だって。なんで？ありますよ、私学校のなんか行事みたいなんで遠泳、遠泳って何、遠く泳ぐあって、4キロぐらい確か海で泳いだんじゃないかな、なんか顔上げ平泳ぎで泳ぎ続けるっていうのありました。あ、すごい、なんかペンライト来てる、水色って来てる、白と水色いいですね、水色。さこちゃん、18期みんなが私の困り眉をいじってくる、そう、夢見こういう顔する、どうやってやんだ、こうかやだ前髪。水色かける赤色はどう、水色と白かな、うん、水色と黄色とかいいですね。でもなんか私一個思ったのが、2色2本振るじゃないですか、なんか2本とも同じ色
だったらなんか見つけやすそうかなとか思って。どうなんでしょうか。水色、白、黄色ね、そのあたりがいいな。朝芋そういうメンバーもいるよね。なんかさ、わかんないけど同じ色2本隣に同じ色あったら見つけやすそうな気がしません？白か水色か黄色にしようかな。でも水色、確かユナが水色が好きとか言ってたから、黄色かける黄色にしようかな。どうしよう、ちょっとまだ決まってないんですね。そっか、マサイさん白かける白か、じゃあやめましょう。かぶっちゃうのは良くない。さあ黄色、黄色にしよっかな。どうしよう、黄色似合います？嬉しい、黄色も似合うねってきたね。なんか私って何色が似合うんだろう。黄色、黄色かわいいね。黄色もいいよね。黄色が舞ってる、しっくりきます。だってあ、今黄色のペンライトを投げてくださったのか。黄色いいね。黄色にしよっかな。え、黄色に薄い、あ、黄色かわいいじゃないですか。黄色に薄いとか濃いとかあるんですか。え、わかんない。黄色いいよね。嬉しい。でも一応正式決、どうしよう、正式決定にしちゃおうかな。なんか確認した方がいいかもしれないから、マネージャーさんとかに一応仮決定って感じ。まだね、また正式に決まったらお知らせしますね。さえちゃんしっかりしてるね。だって仮にしときます。検討中、第一候補、確かにそうね。一応確認、一応確認確認しないと。薄めの黄色とかあるんだ。ほえー、わからない。すごい、皆さん黄色のペンライトありがとうございます。決まったら言います。ありがとうございます。ね、今んとこ多分先輩にはいないのかな。ね、ありがとうございます。一応ね、仮ということにしときます。さえちゃん18期生の中で運動神経良さそうだって。おえー、本当ですか。運動神経でもいいかもしれない。どうだろうな。あ、これあれか、ペンライトにも濃い黄色と薄い黄色あるの。ほえほえってめっちゃ言っちゃうまあペンライトの話は決まったらお伝えします。走るの早い？どうだろうな。走るの早いと思います。どうだろう、なんかあれ、いつかあれありそうじゃないですか、体力測定みたいな。だから内緒にしとこうかなほえー、かわいい。だって面白いほえーやだー走るの早いのかなね。そう、でもスキーやったりするので、あと水泳も得意だし、バスケ、一応バスケ部なのでね、結構運動得意な方な気がしますね。18期はさえちゃん推しで行くって、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうね。でも18期箱推し、箱推しも嬉しい。18期バスケ部です。そうなんです、バスケ部なんですよ実はさえちゃんへの挨拶ほえーにしようかな。だってあー面白い、ほえー。そう、ユナもバスケ部なんです、18期の中だと。あー、さえちゃんポーズ決まってないやさえちゃんポーズ決まってない、どうしよう。おーし様ありがとうございます。162センチでしたっけ。そうです、162センチ、 162.1 でした。昨日測ったらね。ポジションどこ、ガードっぽい、ガードですね。一応私フォワードだ
ったんですけど、なんか気づいたらガードになってったんですね。でもドリブル下手っぴだから162超え、おめでとう。平均ぐらい？いや多分平均より高いと思います。159とかじゃない？平均158とかね。だから割と背高い方な気がします。そう、あの学校の健康診断だったんですよ昨日。身長測ってきました。まだまだ伸びそう。どうだろうね。成長期かな。でもそろそろ終わってきそうですね。でも去年のなんか毎年同じ時期に測るんですよ学校の健康診断で。でも去年は 161.6 だったんですよ。で今年 162.1 だったから去年から 0.5 センチ、 161.6 から 162.1 だから、そう 0.5 センチ伸びてたから、まだ伸びたらいいかなあ、時間ありがとうございます。51分、高3です。高校3年生17歳です。まだ伸びそうだねって嬉しい。でもなんか身長って私気持ちで伸びると思っててなんか姿勢よくすれば身長伸びる気がするから、伸びたら嬉しいな気持ち気持ちハートありがとうございます。あ、スクショタイムしよう。スクショタイムポーズをリクエストしてください。ハート、さっきやったかな。ハート、ハート、そうだこれ可愛いですよね。どうしても君が好きなの。ハート、あ、うまくできない。はい、あ、これ結構難しいウィンク、ウィンク、クーマ、クマガオー、ガオー、いっぱい来てる。顔ハート、これかな。なんか髪の毛、髪の毛やだ。よいしょ。はい、にゃんこ、にゃんこってこう入んない。にゃんこかわいいできてる嬉しい、ありがとうございます。猫耳つけて。猫耳ないよ。こんなもんですかね。かわいい、ありがとうございます。ポーズのバリエーションを増やしていきたい所存です。ダブルピースイエーイ安定ですね。おしまい、スクショタイムおしまいです。かわいい、ありがとうございます。癒されたよ、嬉しいです。声もかわいいね。嬉しい、声かわいいですか。嬉しいです。でもなんか配信だと声高くなるのような気がするけど、今日はそんなにですかね。初回の配信の時は声高かった気がするこんばんは、ありがとうございます。配信のために仕事頑張ってよかった。だってお疲れ様です。お仕事、土曜日だけどお仕事だったのかなね。ありがとうございます、見てくださって皆さん。さえちゃんの笑顔に癒されてパワーもらえる。だって嬉しい、ありがとうございます。ありがとう。え、今電車の前の人もさえちゃんのショールーム見てるって面白いんだけど電車の前の人すごい嬉しいです。そんな近くにいるんですか。キャー、ありがとうございます。明日も仕事だよ。だって頑張ってください。めちゃくちゃ話すの上手、嬉しい、ありがとうございます。明日も日曜日だからお休みの方は休んで、お仕事の方は頑張りましょう、頑張りましょう。奇跡じゃん奇跡だ。あ、じゃあランキングを読みましょう。今日は変わらない間に読めるかな。ランキング、変わらないうちに読めるでしょうか。それではランキングを読みたいと思います。13、あ、4
今変わった、危なかった、今変わったよ、あれ今変わったよねこれ、ちょっと待って、今変わった、はい、いきます、変わったタイミングで読むのがベスト、ありがとうございます、いきます。13位、テフロンさん、ありがとうございます。13位ありがとう。12位、リゾリンさん、リゾリンさんありがとうございます。11位、ホエースシオさん、あ、ホエーってこと、ホエースシオさんありがとうございます。11位、10位、チョコラ DD さん、ありがとうございます、ありがとうございます。9位、シューミーさん、シューミーさんありがとうございます。9位、ありがとうございます。8位、あっくんさん、ありがとうございます。さやちゃん見守り、ありがとうございます。7位、ともるさん、ありがとうございます。7位、ありがとう、7、ありがとうございます。6位、ザナトさん、ありがとうございます。6位、ありがとう、ありがとうございます。5位、ゆうすけさん、さえちゃん推し、嬉しい、ありがとうございます。5位、ありがとうございます。4位、まゆゆさん、神推しさん、ありがとうございます、ありがとうございます。3位、すおんひろさん、ありがとうございます。2位、こんぶさん、ありがとうございます。オリーブ、ありがとうございます。1位、ふわこさん、ほえーって書いてる、ほえー、ありがとうございます。ふわこちゃん、ありがとう。以上、今日は変わらない間に読み終えました、ありがとうございます。ほえーファンネームほえーなのかな、わからない、あ、そうだ、ファンネームとかね、みんな言ってるよね。ほえーの A は大文字小文字、わからない、ほえー、どっちがしっくりきますファンネームホエーにする、ホエーズ、ホエーズ面白い、ちっちゃい方がしっくりくるかな、ホエーホエーホエー、ちっちゃい方にしようかなホエーで、伸ばし棒はまっすぐじゃなくてひょろんってなってる方です、ホエーズにしようかな面白いホエー、すごいいっぱいコメント欄がホエーになってる、ホエール、ほえありがとうございます、皆さん、ほえすごいすごいコメントが、ほえほえるず、ほえるず、ほえるずいいね、ほえず、どっちがいいかな、ほえずほえずって意味わからないほえずの方がいいかな、ほえるってクジラ、ほえずほえずにしようかな、ほえず、じゃあファンネームホエーズホエーズにしようかなクジラになっちゃうね、ホエーズにしましょうか、仮です、これも仮、確認しなきゃありがとうございました。今何時だろう、そろそろかな、おっと危ない、意味わかんない方が良き確かに、ホエーズあー面白い、面白かった今日の配信、あと2分で終わっちゃう、嘘、仮、そうです仮です。なう、ありがとうございます、お時間教えてくださって、確認大事ね、だってもしかしたらダメですってやれるかもしれない、大人の方にね、確認します、でも確認するの恥ずかしいな、なんかホエーズでもいいですか聞けないよ面白い、寂しいね、もう終わっちゃいます、ありがとうございました皆さん、ぜひツイッターとかね今後も見てくださったら嬉しいです、確認大事だね、次の配信もまた決まり次第メール、ツイッター、あとこれの配信予定とかに入れると思うのでぜひ見てください。じゃあありがとうございました、あ、そうだ、カラオケ配信もねまたいつかするのでぜひぜひ来てください、皆さん見てくださってありがとうございました。そろそろかな、時間。またねーって来てる。配信元気もらいました。よかったです。ありがとうございます。あ、あと10秒くらい？それでは皆さん、今日も配信見てくださってありがとうございました。サイリウムカラーとかファンネームとか、また決まったらお伝えします。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。